はい、というわけで皆さんこんにちは、KYS です。はい、KYS 弟です。さあ、更新頻度が下がってまいりましたね。言うな言うな。コンスタントにやっぱ上げ続けるって大変ですね。そうだね。まあじゃあ続けてやっていきましょうかね。はい、先に進んで、なんかね、人工物っぽいものがこんなところにあるんですよ、うん、誰か作った人がいるってこと。あ、この人が作ったのかな。だいぶなクレイジーな、うん、そうだね。なんだ、ネジ、ネジ、ネジを、あ、なんか、あ、危ねえな、投げんな、そんな。あ、これをどうすんだろう。あれかな、さっきのところに、部品みたいな、持ってって、回すみたいな感じかな。かな。どっから行くんだろう、これ。下かな、こっちか。うん、出た。なんでところどころ欠損してんだろう。どうなってんの、橋とかが。この世界の人直さないのかな。なんかそういう橋の壊れたところとか。これ投げんのかな。あ、やべ、死ぬ死ぬ。いい方してるわ。あ、またなんかこれあれだね、怪人、鉄骨渡りみたいな。あったね、石だーっつって。あ、弟いけないっぽいな。やっぱりこれ、あのネジ持ったの投げ、うん、おー、キャッチできるんだ。これぐらいはね、うん、兄弟にかかったらもう朝飯までですよ。なるほど。お、よし。で、あれだね、下のハンドル、そうだね、を二人で回すと。ん？ん？動かない？あれ？ん？これね、キーボードだとめちゃくちゃ大変なんで。そうだね。ちょっと一時的に、あの、急遽、はい、ゲームパッドでやります。はい。おお、早いよ。パート1の動画のところでも、うん、あったね。あったよね、こういうね、同じような仕組みのところ、うん、ゲームパッドでやればよかった。気づかなかったからね。お、下がってる。急いで急いで急いで。おい、なんであんな歩き方。漏らした時の感じの歩き方になるよね。、うん、ちょこ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 ってなるよね。小刻みなね、感じで。あれ何なんだろうね。なんかね、ズボンの隙間から漏れないように、うん、こう、ブツかな、あの、小走りになるんだろうね。なるんだろうね。お、で、話しかけられるっぽいんで、うん、どうしよう。弟から話しかけてみようかな、うん。あ、じゃんけんしてる。おお、負けとるし。負けんなよ。初戦敗北しました。もう一回やってみよう。あ、また負けとる。負けるなぁ。おー、アイコ。あ、勝った。お、アイコだ。アイコ。いや、これ何見せられてんの。お年寄りと子供のじゃんけんをずっと見せ続けられる。勝敗別に全然気にならんし。お、お兄ちゃんは、なんだ、なんだ、全然何言ってるかわからん。わかんないね。なんだろう。まあいいや、とりあえず進んでみよう。お、なんだこの機械は。うん。お、お、あ、あ、プロペラが、なんかね、プロペラが回ってるけど、風、風力発電的な。弟もこれ回せんちゃう。回せるっぽいね。おー、あ、ダメだ。子供、てか弟の力ではバラバラで回すんじゃないんだ。おー、ダメだ。お兄ちゃんじゃないとね。どけどけ、貸してみー、兄ちゃんに。お、あ、あ、あ、え、あ、台座が移動した。こっち側のレバーは弟でもいけんじゃない、細いやつ。あ、おー、あ、動いた、両方とも。お、台座と、おー、イエーイ。いや、何。最後まで何の装置か分からず。風力発電的な感じなのかな、分からんけど。なんかね、博士がいろいろ作った研究所なんだろうね。そう。おお、あ、何、飛行機だ。飛行機も作ってた。なんか望遠鏡ある。お、あ、お、遠くまで見える見える。時代が時代なら犯罪だけど。時代と場所はね、違ったら。うん、あの窓なんかね、人住んでたらちょっとだいぶ問題だけど、うん、誰か着替えてないかな、かわいい巨人とか。嬉しくねえよ。全然嬉しくない。巨人のサービスカット。巨乳ではありそう。まあそれもわからんけど。さあ、飛行機乗りますぜ。これ乗れんの、二人で。どこに乗るのこれ。だし、これど、え、滑走路これだけ行けんの、この短い距離で。確かに、お二人こうやってね捕まるところは。怖っ怖っ。
めっちゃ怖いこれ。これ、いけんの？怖何これ。あーすげえ飛んでる。いいよ。めっちゃ怖い。めっちゃ高い。 BGM も壮大な感じだね。そうね、兄弟2人であの古城をね、うん、目指していきますよ。いきますよ。慣れてきたら気持ちよさ。何してんの。間違えて話しちゃった。あーよーしよー、気を取り直して。なんで。あれこれ大丈夫。なんか、これ、曲がれないの。なんで。うん、あなるほどね、うん、こうやって、ね、左右に移動させて、うん、重心をこう移動させることで曲がったりなるほどするんだ。はあ、よくできてる。ただずっとぼーっと眺めていればいいわけじゃないんだね。そうね。これうん、あれで見たことあるわ、うん、怪盗キッドで。ああコナンのね。コナン乗ってるよね、うん、なんか君怪盗キッドの声にさ、うん、似てるって言われたことあるよね、うん、ある。ちょっとやってみてよ。え、怪盗は鮮やかに獲物を盗み出す芸術家ジャガー。ジャガー。探偵はあとそれを盗み出す批評家に過ぎねえんで。グダグダじゃねえ。セリフが全然わからん。さあ洞窟を抜けて、うん、見えてきた。あれが。おお、ブレ。何をすんねん。コウモリかな今の。コウモリか鳥か分からんけど。最悪だよ。翼が壊されてしまいました。大丈夫。おい、これはやばい、ね、たどり着けるんでしょうか無事に。おお、この羽の対策しといてくれよ。確かに。もうおじいさんも陸地がというか見えてきたよ。あ、いけんの。相変わらずのもう後戻りのできなさ。帰りマジどうすんの。このゲームもうその考えたら終わりだね。そうだね。帰りを。お、これ登ってくの。あ、違うわ、うん。え、どういうこと。お互いの腰にロープを巻いて命綱的なこと。どちらかが落ちても大丈夫なようにみたいなことなのかな。おー、これ片方だけ。学校行きたくないよ。まだそんなじゃか。どんな親子。恒例のツタ登り、うん、いいよ。ほんで、うん、上んところに、おい、よいしょ。で、左にジャンプできないの。できないっぽい。へえ。え、どういうこと。どうすんの。これ、おー、いやそういうこと。マジか。わー、すごい。予想外の動きを見せたわ。この繰り返しで行くんだ。怖ー。下めっちゃ怖ー。で、交互に渡っていくと。いや、すごいな。俺、パート1で、うん、弟がお母さんをこう助けられなかったシーンあるじゃん。ね、腕の力がなくて。うんうんうん、今思えば、うん、いや、助けれたんちゃうっていう。うわさ、子供、あ、まあ最初は、いや、子供の腕力だからな、お母さん引き上げられない、しょうがないよねって思ってたけど、まあ、あるからね、腕力。なんでこれできてお母さん助けられんかっていう、今となっては疑問ですけどね。そうね。いやさ、動画のね、うん、コメントをいつも見させてもらうんですよ。いつもありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。で、まあ、うん、ね、すごいこうありがたいことに、うん、すごいみたいな、はい、本当に二人みたいとか、うん、まあ寂しいわらわらみたいな、うん、とか、まあすごいいろんなね反応があって、うん、ありがたいんですけど。そうだね。で、その中でこれ編集大変そうだなとか言ってくれる人もいるんですよ。ねぎらいの言葉を。そうそう、優しいね。でもね、うん、その延長でもう進め方がわからないところがやっとわかったっていう時に俺らが、うん、あるね、そうか、そういうことか、わかったとか言うじゃん。言う言う。その時にコメントで、うん、分かったふりするのも大変だよなって書いてあって。
やめてそこは暴かないでって思ってねぎらいのね言葉なんだけど優しさで嬉しいんだけど恥ずかしくなっちゃう進行上ね目つむってください。あーめっちゃ崩れてるな。どうやって撮ってるんですかみたいなのもあったね。あこの動画をね、うんうんうん、これ完全に声は後で入れてるんでね、うんうん、ゲームの動画に合わせて喋ってますよっていう、うんうん、ねその二人でやってる体でやってますよっていうですね。ただゲームの録画から録音まで時間が結構経ってるから、うん、結構素で驚いちゃうね。あそう忘れちゃってるしね。あそうおーいどんな崩れ方これ職人の仕事ずさんすぎるよね確かに。さあ結構登ってきたよ。門が入れなかったからね。そうなのよ。やっと入り口だわ。入り口なんとかわからんけど正規のね、入り口じゃないね。うん、おーだい、あ、結構朽ちてんな。そうね遺跡というかね、昔の建物感がやっぱりそうだねするね、古城って感じ。おおビビる。おなんかあれだよね、やっぱりちょっとでかい気がするね、いろいろパーツが。なんかね、普通の人間サイズじゃないというか、あの下のサイズ、ね、シャンデリアとかね、巨人の家、家っていうか城、なんですかね。あまた退路が立たれた恒例のやつ。あこれ上がっていくのも大変だ。あ一生懸命上がっていきますよ。ね、誰が住んでたのか、うん、誰のが作ったのか、とかはね、まあ、ね謎だよね。あなんか崩れてる。あどう行ったらいいの？こっち？あそこ？また外行くの？もうやだ外。せっかく中入れたと思ったのに。本当に。あ相当危険なところを息の合ったコンビネーションで行く。もう慣れたね。完全に。なんか鳴き声するね。鳥っぽい鳴き声するね。で。おいビビる。おいしょー。おいオーケー雑技なんだよね、完全に。そうだね。お、ムービーが入りましたね。あー、通れないよーって。兄ちゃん、もうしょうがないよ。帰ろうよ。絶対言ってねえだろ。お、あ。あそこの隙間が空いてるよって。なるほど。扉も相当でかいけど、うん、でかいね。あの前にあった巨人よりもちょっと一回りぐらい大きいんじゃないかっていう。確かに思った。前に出てきた巨人の方がちょっとちっちゃい気がする、ね、うん。ああ、何？鳥？おー、かな。結構ちゃんとした部屋だし本とかもあるもんね。ちっちゃめちゃくちゃちっちゃいね。南くんの恋人みたいなね。まあそれぐらいだよね。でもこれこの部屋の主は相当大きいよね、うん、大きいね。あの夢に出てきたお母さん、うん、ぐらいの大きさじゃないかなと思われる。お、なんだこれは。お、うん、虫眼鏡か。本読むときとかに使うのかな。かわいい。家電屋さんでこういう子供見るわあの防犯カメラのね。そうそう、あ映ってる映ってるみたいなね。未だに俺この年でやっちゃうけどね。楽しいよねでも。さあ鳥かごのところに来たけど、どうすんだこれは。本に鳥の絵が描いてあるね。図鑑なのか何なのか。あの上のね、うん、ところに、あれが、あれかな、檻を外すスイッチというか。そうだね。恐る恐る。全然テンション低っ、うん、テンションって言うのか。怪我してとかしてんじゃない。ああそういうこと。いや分からんけど、とりあえずあのレバーを引きに上に上がりますわ。あ、鳥の絵がたくさん描いてあるね。この飼い主の人の、が描いたやつなのかな。あ、ん？この飼い主の人割と最近まで部屋にいたんじゃない？なんで？ろうそくに火がついてるから。ああ、そうだ。あれが溶けてないってことは、うん、まなんかね、最近までいたのかなみたいな。そうだね。名推理じゃん。テレッテテレッテテーテン、うつむくその背中に、テレレレレレレレ。いや知ってる箇所少なすぎる。一瞬。あ、弟の体重ではちょっと。あ、軽すぎ。あ、これ、あ、
なるほどね。こういうことね。二人分の体、お、開いた。お、あ、あ、動いた。怖いな、結構。このサイズの鳥。意外と優しい顔をしてた。あ、ほんと？もっとこう、なんか、シュッとしてんかと思った。で、リラ、撫でてる。動物にはすごい優しいからね、この弟くんは。そうだ、それね、人間にはちょっと厳しいけど。ん？お、お、乗れって？お、マジで？マジか。いける？二人、え、いける？結構重そうだけど。いや、そこの首、首の負担すご、え、いけんの？そこの。おーおー華麗に空を舞っておるわ。どっかのインチキな飛行機と違うわ。コウモリかなんかにつつかれてボロボロになってな。良品とは違うわ。何？死んじゃった？死んじゃったの？お、海藻？おお、昔のことを、お父さんとの記憶ね。なるほど。励まし励まされ、いい兄弟だね。確かに羽拾えるんだ。わあ、でも最後の力を使い切ってここまで届けてくれたんだね。そもそもどこなんだろうここ。予定にあった場所なのかな。地図のね、目的地にちゃんと迎えてるのかどうか。確かにちょっとわからないけど。霧がすごい濃く出てる。またなんか雰囲気の違う、今まで行ったところとは雰囲気の違うところに来ましたね。そうだね。お？あ、なんだ？あ、でかっ！巨人だ。この人かな、あの部屋の主は。うわ、ハゲタカが死体に漁ってるな。わあ、結構凄惨な死に方してるな。誰にやられたの？戦った後みたいな感じだけどね。そうだね。志半ばで散っていった兵士たち。無念、無念の、無念の兵士。うわ、うわ、腕腕だね。また違うやつ？これ違う兵士？さっきのとはまた違う兵士が。これまさか、これあ、どかすのこれ。そうだね。二人で押して。いやー、痛そう。あー、痛い。あー、痛い、ごめーん。おい。いやー、あんなことまでさせられるとは。お、かっこいい剣。足が見える。うわー、生々しい戦場の後。また死んでる。また。いやー、この足の下通んのも嫌だわ。ここは早く抜けたいね。本当に。よし。あ、ここ上がる、どうやって上がるの？左かな？こっちか。で、あー、高い。え、届かない。届かないね。おい。ウェイ。ウェイ。ウェイ。どうすんのこれ。どっか回り込むかな。なんかね、またあの二人で。あのジャンプみたいな。そうそう、あのお兄ちゃんの手に弟が乗るみたいなやつ。そうそうそう、できるんかなと思ったけどできないんだよね。あ、
こっちにはしごあるわ。はあはあはあ、はあ、なるほどね。これで弟を行かせると。行かせて。で、どうすんだ弟をここに。あー、これ行くと、この重みで、なるほど。下がりの、下がったところにお兄ちゃん乗りの、折れるんちゃうこれ大丈夫そう、頑丈。危うい。頑丈な木だな。折れないで。おい。あ、向こうに。んで、あー、またなんか武器が。わー、すごい人がたくさん倒れてるな。ねえ。通れないもん。押しても、まあ、無理だろうね。ダメだね。さすがに。二人合わせてやってみる。ああ、ダメだ。あの、一人ずつしかアクションできない。ああ、そうなんだ。あ、こっちから登ってるっぽいけど、これ、いけないな。そっか。あ、止まった。ごめーん。そんなつもりじゃなかったけど、通れたからよかった。しょうがない。通るためには。本当にこう、いろんな側面があるゲームだね。うん、あの、平和なね、だけのゲームじゃなかったんで、うん、そうそう。ホラーがあったり。ああ、こういうね、あの、戦場の跡だったり。うん、だったり、うん。あの、さっきの、うん、あの、鳥の飼い主が、うん、もしかしたらここのね、死体の中の一つかもしれないし。うんうん、その、サイズ的にはぴったりだよね。うん、怖っ。うわ、鳥怖っ、ハゲタカ。あ、これも。あ、そうだね、これも。二人で押して、下ろすタイプかな、うん、結構重いね。うん、まあ武器も持ってるしね。うわぁ、なにごめぇ足がごめぇ、いや、ごめぇそんなつもりじゃ。ちょっとこれ苦手な人いるかもしれないから、ちょっと画面隠しときますね、うん、これ、ね、状況としてはその斧を振り下ろしたら、うん、他の死体の足を、うん、切り落として、うんうん、その切り落としたところが進めるようになったという、うん、ことですね。そうだね。まあ、もしね、見たい方は他の方の実況とか言ったら見れるんでね、まあ、見てください。でもこの動画では、ね、ちょっと隠しました。そうね、念のため苦手な方もいるかもしれない。うん、いやー、あんなーなぁ。まさか、まさかあんなシーンがあるとは。俺結構グロ体勢がないからさ、結構びっくりしちゃう。うわーってなっちゃう。まあね、まあグロ体勢ある人はね、平気な人は平気なんだろうね。まあね、人それぞれなんで。うわぁ、ハゲタカも怖い。あー、なんかクロスボウが。さっき通れなかったところ、死体で塞いでるところが、あ、これ引っ張って矢で、あれを撃つってこと。なるほどね。あー、やめろー、あ、やめろあーごめーん。あ、でも当の本人たちは割とそうだね、なんかあっけらかんとしてるね、通れるようになったよみたいな。おお、そうだなみたいな、ね、平常心。いやー、ここ当の腕がね、これでいけるようになったのかな。腕が邪魔したところ がいけるようになったのね。あー、もっと方法なかったんかいな。腕だけどけるとかね。あんな脳天打ち抜かんでも。あ、なんか聞こえる掛け声みたいな、うん、なんだろうね。兵士かな。あ、まだ生きてるな。まだ戦争中なんじゃないか。あの、よく見たらあの、うん、右上のところに人集まってるっぽいよね、うん、あれっぽいよね。あー、もう何、川の水がもう血で、あー、もうこれ通りたくな、中とよ、これ中とよ、中とうーん、わー、もう体中血まみれよ。んあ、やっぱりあそこにいるんだね、うん、兵士たちが。あいつらとか見つかったら殺されそう。そうだね、血の気の多い感じするもんね。いやー、さ、体中がね、はい、血まみれになったところで今日は終わりましょうか。そうだね。いやー、本当にね、いろんな、さっきも言ったけど、いろんな側面があるゲームだなと、うん、いや、確かに思いましたね。この後のステージも気になるね、うん、もう奥進んだら、うん、どんな感じなのかね、あの兵士たちとか襲ってくるんかな。はい、というわけで次回またお会いしましょう、うん、KYS 兄と弟でした。いらっしゃー。